はい。さあ、豊さん。はい。交流戦、いいですね。いい返事ですね。元気ですね。元気だしね。元気といえば、はい、まあ、交流戦入ってから、はい、元気が出だした選手もいますよね。まあ、いるな。褒められて怒られて、褒められて怒られてみたいな。えらい波あんなみたいな。ジェットコースターみたいな。あ、まあ、それは清宮だけどね。ああ、清宮選手。まあ、でも、はい、良くなってきてるよ。おお、うん。使われるごとに。その練習がすごく春先に見た時に丁寧だったんだよね、はい、それをこう継続できているという、うんうん、まあ、そういうことがすごくなんか今身になって出てきているというようなね、はい、あとホームランもやっぱポンポンと出てきているし、はい、まあ、2打席連続ホームランとか、はい、そういうことも出てきているしね、うん、だから非常に良くはなってきているし、はい、慣れてきている。それは例えばバッティングとか見ていても、あ、何か掴んだなとか。ああ、掴んだ掴んだ、まあ、多少掴みつつある。あ、まあ、完全に掴んだっていうことではないと思うけど、はい、清宮のホームランを見てるとやっぱこう高校時代に通算見けた、はい、行ってるっていうのは納得できるぐらいの、うん、まあ、やっぱパワー持ってるし、はい、打ち方をしてる、うん、で、あの子の特徴っていうのはやっぱ腕で打つんだよね。腕の振りで、はい、な、で回転はあんまり使いたくない。腕の振りでこうさばこうとしてるわけよ、うん、だからそれはすごくいいことなんだよね、うん、その腕の振りだけで持っていけるっていうのは、うん、だけど腕の振りで持っていくんだったら理にかなわないことをやってるんだよ。彼が気がついてるかどうかわからないけども、はい、例えば腕だけを振るって言ったら、うん、な、はい、足が狭い方がいいか広い方がいいかって、うん、どっちだと思う？腕だけで打つ、腕だけで打つんだったらどっちの方が使う？お、狭い方が打ちにくいですね。打ちにくいよな。広い方が打ちやすいですね。腕の振りはな、はい、だからそこが理にかなってないんだよ。逆になっちゃってるんですか？だから清宮って前まではちょっとスタンス広めだったんだよ、はい、でも今年からちょっと棒立ちになって腕の力で打つようになったんだよね、はい、あれを広げて打つとより腕が振れるようになるんだよ。腕しか使わなくなるんだよ。そしたら回転とか、うん、体の開きとかが収まって、うん、俺はもっと打てると思うんだよね。あ、じゃあもうちょっとそのスタンス幅広く取った方がいいってことなの？俺はね。あ、だから形は今のまま、考え方も今のままでいいから、はい、足への置き場を少し広く取った方がより腕をシンプルに使える。そうなってくると例えばホームランの数も増えたりとか、あとだからミート力が上がるからね。あ、だから中途半端なのは幅狭く腕を使おうとするから、うん、なんか土台がグラ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 揺れてるような感じなんだよ、はい、そうじゃなくて土台をしっかりこう構えて腕だけで振ってもいいんだよ、はい、そしたら土台はしっかりしてるから腕はもっと振れる。あ、足を、あのね、見てる人からね、ゴルフやるんだったらよくわかると思うんだよ。バンカーの時に、はい、ね、開く、下半身を使わないために、うん、ね、足を広く使うんだよバンカーの時は、はい、うん、ね、狭くするとミート力がこう回転とかなんかね余計な動作が入るんで、はい、出なかったりとかいろいろするんだけど、やっぱバンカーって手のバンと力で出すから、だから足が広い方がいいんだよ、はい、だからそれと一緒なんだよ。 あいつはバンカーショットをやらせたらいいよ練習で。あ、そういう、どっちがいいかって、うんうんうん、分かりやすいですよね。分かりやすいんだ。だから見てる人がゴルフやるんだったらすごく理解してくれると思うんだけど、はい、だからそこまで来てる。考え方だとか体の使い方、うん、そういうものはすごく良くなってる、はい、ただやっぱこう理にかなうことをやっていかないと、その理論に対して形もね、はい、そうなってくると俺は完成形になってくると思う。その柳田選手についててずっとフォームをそのキャンプの時にやってたってなると、やっぱ柳田選手ってその足を開いてないイメージがあるから、どうしてもその同じ格好になってきて、柳田との大きな違いは、うん、柳田は膝が使えるんだよ。膝が柔らかいんだよ。で、器用なバッターな、うん、柳田はあのでかさを持ってて、はい、だからホームランがあんまり出ないようになってきてるでしょ、はい、これなぜかというと器用さが邪魔してるんだよ。でも清宮はどちらかというと不器用なんだよ、はい、不器用だから形さえ決まればホームラン量産できるんだよ。あ、そうなんですね。柳田は難しいボールでもヒットにしちゃうから、うんうん、これが邪魔になって率は残るけどホームランが思ったほど伸びないという、うんうん、器用さが邪魔してるホームランバッターなんだよ柳田選手は、うん、でも清宮は不器用でいいから、うん、その形さえつかめばホームラン争いをするような、うん、そうして思ってるんだよ、うん、ただしビッグボスが使
ったり使わなかったりする時がある、はい、これなぜかというとバッターって何割失敗する？まあ大体7割から8割ぐらいです。まあ清宮だと今8割失敗するよね、はい、でも7割だとして7回凡打を見せられてるわけよ、はい、7回って相当だからな。相当ですよ、相当だろ、はい、その7回の内容をもっと良くしないから。例えば見逃しの三振とかさ、はい、なんか初球からポーンと打ち上げて詰まってファールフライだとかさ、うん、そんな凡打を見てて次に期待ができるかって言ったらできないよ、うん、やっぱねいいバッターって凡打も見せる、はい、例えばランナーセカンドでいれば、うん、最低進塁打は打ってるみたいなさ、はい、そういうちょっとしたチームの貢献があってもいいんだよ、うん、例えば同じ三振するでも10球粘ったとかさ、うんうん、はい、それでも一つの貢献だからさ、うん、だって一人のバッターに一人のピッチャーが10球投げるって言ったら、うん、それだけでも貢献なんだよ。そういうことをやっぱちょっと清宮は考えてほしいと。ボンダも意味のある、そうボンダの内容が悪すぎるんだよ。だからいや今日使うのはちょっとやめとこうかって思っちゃうんだよ、うん、でいわゆるそして波があるってそこの印象でしょうね。そうそう、だからボンダの内容がいいとさ、いやこれあのヒットは出てないホームラン出てないけども今日使ったらなんかやるんじゃないかっていう期待感があるわけよ、うん、はい、だからそのボンダに期待感がないからさ、うん、だからそこら辺を考えた方がいい。打つよりも大事な作業かもわからない清宮にとっては。そうですね、7割8割がいわゆるそれで占めてるんですもんね。そう、4打席あってボンダでも全部芯に捉えたボンダと、はい、見逃し三振だとかそういうんだと、うん、やっぱり芯に4本捉えた、いや今日はなんか持ってきそうだなとか、うん、期待感があるじゃない、はい、だからそれをやっぱちょっと持たせてほしいなと思うね。清宮選手のまあ課題ですよね、うん、そうだね、はい、でね、やっぱ佐藤が良くなったら阪神のあのチームの状況はあれなんですけど、佐藤輝明選手はすごく調子がやっぱね、規格外のパワー持ってんな、うん、それなんか調子上げてきたきっかけかなんか。これはね、やっぱ慣れによるものと、はい、打者としての感じ方、うん、あの子はどちらかというと読まないタイプなんだよね、はい、来たボールに対して選球体で打ちに行くタイプなんだよ、うん、選球ガンじゃなくて打ちに行ってやめるとか、うん、もう振っちゃうとかそういうことなんだけど、それがプロの世界に入って2年目になり、この時期になり、体がボールに対しての反応が良くなってきてるな、うん、だからあのロッテ戦で松田の、はい、もう本当地面につくんじゃないかっていうようなボールをすくい上げてセンターに持ってったけど、だからああいうことができるようになってきたっていうことは、うん、やっぱ可能性はものすごい広がってるという。でもインハイがまだくるくる回るじゃないか、うん、インハイ完璧に打てるやつなんかいないから。そうですね、そうそう、うん、でもねあそこをセンターバックスクリーンに持っていけるようなやつは、はい、本当もう3人ぐらいしかいないんじゃないの。あ、そんなに。岡本、はい、村上、うん、佐藤ぐらいで、まあ、セ・リーグで言えばね、はい、いやそのぐらいしか俺はいないと思うよ。いやだからね、その反応が良くなってきたっていうのは一つの慣れと、やっぱこうやってると五感っていうのがあるんだよ。五感で感じるものを掴んできてんじゃない。ああ、体が徐々に徐々に、うん、だからやればやるほどこう五感で反応するというかさ、うん、まあそういうことがなんか徐々に出来出してきたなというね、そんな感じがするね。じゃあここからまたさらに上を目指すとすると課題っていうのはどこら辺なんですか？今度はホームランを期待されてるだけに、ホームランホームランばっかりじゃなくて餌まきっていうのが必要なんでね、うん、まあまあちょっと引っ張りたいけど、まあ、引っ張る球来ないなって、こっちにちょっと打っとけみたいな、うん、バーンと打っといて次はホームランボールを待つとか。あ、だからまあ打席での読みは別にいらないよ、彼は読まなくてもっていうスタイルでやってるからね、うん、だからそういう意味では駆け引きができるといいよね。それとやっぱ打球をどっちの方向に、方向性を見つけ出すとすごくもっと良くなるかなと。あ、ここは絶対流しておいた方がいいとか、はい、ここは絶対引っ張るボールは来ないとかね、うん、でここは絶対こう打ち攻めてくるだろうかっていうような、そういう駆け引き、球種は読まなくてもいいけど、やっぱそのぐらいの駆け引きができるようになるともっと打つんだ、うん、もっとすごいバッターになってくるんですね。なるね。で今この佐藤輝明選手と清宮選手は、まあ、前からいてここに来てこう調子を上げてきた選手ですけど、まあ、調子、まあ、ちょっと伸びてきてるね。伸びてきてますね、はいはいはい、じゃ今度豊さんが、はい、じゃこの交流戦でちょっと発掘した選手って
います。これはすごいの見つけたわあらもうこれ半端じゃないよ。え、誰ですか、どこのチームの。ソフトバンクの渡辺陸っていうキャッチャー、はい、この最初の打ち方見た時に、はい、いや最初のホームランはあこれまぐれかなとか思ったんだよ、はい、ね、あまあ、でもよかったな、プロのいいスタート切れてなって、うん、初打席初ホームランだったでしょ、はい、よかったな。2打席見た時に、うん、あこれは本物だと思った。これなぜかというとさ、はい、こうやって左足、左バッターがこっちに向かってこう立ってるよな、はい、振りにかかった時にこの左の足がめくれないんだよ。めくれない、うん、こっちガーッと粘れるんだよ、はい、回転すると、うん、椅子に座ってこう左かかとを回転させてみ、椅子に座って、はい、体開くだろ。あ、まあ、そうですね、こうなりますよね、な、はい、こうかかと上げないでみ、回転止まるでしょ。止まります。止まるんだよ、あの子は。あ、だから反対方向に打てるんだよ。これ1打席目に見たときに、はい、あ、いい打ち方してんなとは思ったの、うん、2打席目見たときに、あ、これは本物だと思った。このかかとが上がらない、この粘りがすごい。それはその身体的にどういうことが言えるんですか。いや、だから体が開かないということで、それと足首が柔らかいということで、だから開かない、開かないってことなんですか。だから向こうに持っていけるんだ、開かないから。その足首の柔らかさっていうのは、それってもちろん硬い選手、まあ天性のものかもわからないし、はい、そういうふうなことを身につけたのかもわからないけど、はい、あの子は打ち方知ってるわ、うん、これはいいバッターになるよ。これあの2018年の育成ドラフト1位で入って いたんですね、この選手は。すごい、あんなあの足首の使い方とか下半身の使い方できる子、うん、育成のドラフト1位じゃないよ、ドラフト1位でもいいぐらいのバッターだよ。じゃあこのまま育っていくと、豊さん的タイプ的にどんな選手に近くなりそうですか。まあ、キャッチャーとこう比べれば、はい、坂倉とかカープの、ああ、まあ、首位打者をするよね、はい、あのぐらいのクラスにはなれる。あ、坂倉よりもパンチ力あるかも。うん、これね、言っとくよ、はい、貝を抜く日早いよ、こう貝がもたもたしてたら。あ、そのぐらい貝打てなくて悩んでるから。ということは打てるそのね、渡辺選手を使いたくも絶対使うよ、ね、へで、ソフトバンクのピッチャーだったら、まあ少々誰が上だって抑えるよ、うん、あれだけのボールを持ってて力があれば、はい、うん、それは貝の力も大きいとは思うよ、うん、大きいとは思うけど、やっぱ打てる選手を最初にスタメンで使いたいって思えばさ、はい、そりゃもう渡辺だよ。あ、じゃあ、あの新旧っていう形でっていうことも十分だよね。いや、これは早い可能性があるよ。いや、貝がもたもたしてたらね、してたらっていうことですよね、うん、楽しみですよね。いや、楽しみだ、この選手。肩とかどうなんですかね。肩とかもいいらしいよ。あ、そう、あ、じゃあもっと揃ってますね。いや、揃ってんだ、お前そりゃお前半端じゃないよ。じゃあこの交流戦、結構その後も後半戦だったりとかも中盤も使われる。いや、使ってほしいけどね、まあ、これはやっぱ西欧州の甲斐がいるからさ、あ、まあ、それをどうするかという、まあ、まだまだやっぱ甲斐の方が信頼度も高いし、はい、キャッチャーとしてね、うん、まあ、打つ方はやっぱ使いたいなっていうふうな魅力はあるよね、はいはい、さあ、もう一選手いきますか、うん、滝沢セブライオンズ、はい、これはね、源田が帰ってきたのとかどうすんのみたいな。あ、 そのぐらい、いや、俺は将来的にやっぱり魅力のある選手だなと思うよね、はい、高校出たばっかりだぞお前。そうなんですね、1年目なんですよね。そうなんだよ。でね、ミート力が長けてんだよ。で、長打は全くないけど、やっぱ西武にいないつなぎ役みたいな、うん、あ、西武ってそうですよね、うん、だからこう一番が不在ってずっと言われてるじゃない、はい、滝沢が埋めそうな感じがするんだよ。となると本当に源田選手、いや、だから源田が帰ってきた時に、どうやっぱもうもったいないよ、うん、サードに持っていくとかどうのこうのって、やっぱセカンドでしょって思うんだよ、うん、はい、ね、守備ももう安定してるしさ、うん、セカンドでしょって、だ、じゃあ殿崎どうすんのみたいな、殿崎外野に持っていけばいいんじゃないのとか、うんうんうん、まあ殿崎サードでもいいんじゃないのとか、うん、まあ殿崎はね、オールマイティにどこでも守れるから、うん、はい、なんかそういう動かすような、はい、そんな感じの選手だよね。西武でその高校で1年目でその内野手できるってなかなかいないよ、ね、まあ、辻監督もいい度胸してるけどねああいうのを使うっていうのは、うんうんうん、ね、だから源田も1年目からポンと使ってみたいな、はい、うん、だから辻監督の度胸で、まあ、開花していってるよね。そうですね、しかもこの選手もう育成2位なんですよ。
もうおかしいよドラフトは。もう育成にしようよみたいな。いややっぱね育成のやつらはねこのクソと思うんだよ。その反骨心があるんだよ、うん、いやだからこう絶対ドラフトには負けないみたいなさ、はい、そういう意地みたいなのもあるんだよ、うん、それがまたねこうやってすぐポンと、まあ、結果が出るというかすごくアピールできてるってことですね、まあ、そうだよね。だからこの選手にも注目だよね。そうですよね。でもそう考えるとそう育成選手だったりこう、ね、若手の選手がこの交流戦出てきて掴み取るチャンスにもなりますからね。まあまあ交流戦っていうよりもさ、うん、やっぱ怪我人が出るとそういう機会が増えるよね、うん、そうですよね、うん、交流戦だから使ってるわけじゃないみたいな、だから怪我人が出るとやっぱこういう副産物みたいなのがさ、うん、選手が出てくるとやっぱ楽しいよね。そうですね、うん、だからこれから出てくる選手だったりというかまたねレギュラーでもこれで調子を上げていく選手とか、うんそうね、ちょっとまたね交流戦楽しみにここからももうねびっくりするのは、うん、渡辺陸また戻っちゃったソフトバンクこの選手の打ち方ほんといいからちょっとあの足首左の足首のその柔軟さをちょっと見ながら、うん、ちょっとね見といてほしいよ。はい、本当のあの左の足首、うん、もう天性のものを持ってるね。あ注目ですね。そうだね。はい、はい